西岸寺門前にある、右大将、頼朝子を誕生旧地の石踏み。富のの別邸跡と,ともされ、富の女優ら御前がここで頼朝を出産したという。藤原富のは、平安時代後期の貴族、新館。藤原南家邸継流。藤原貴賢の子。以下は、十四人下。ぬかたかじゃを名乗る。父が木代として赴任していた、尾張国に生まれる。出生時、 父、危険は当時としては、高齢の47歳であり、富のが12歳の時死去した。富のの母の実家である、尾張氏は、代々熱田神宮の大宮寺職を務めていたが、飲食の代に至り、霊夢の託戦と称して、永久二年外村の富のに同職を譲る。これ以降、熱田大宮寺は、富のの子孫の藤原南家藤原氏、千秋家による世襲となり、 尾張氏はその副官である、県宮寺に退いている。法園3年8月、無双により、いつを、藩宮備に、大宮寺職を譲るが、富のが死去した、92年に富のの長男、則忠が大宮寺職に就任する。富の自身は主に都で生活することが多く、十四下の位械も受けている。いとこに、トバ院の乳藤原悦子がおり、またそのおが神勢であるなど、 中央政界とのつながりも多かった。また史上経由した人脈も幅広く、大剣門院や上西門院に女房として仕えた、娘がいたほか、娘の由良御前は、源義朝と結婚し、頼朝、君、某門姫らを生んだことで有名である。さらに、幼女となった孫娘は、足利義康と結婚して、義金を生み、後世の足利将軍家にも、 富のの血統を伝えている。また、由良御前が生んだ孫の暴門姫の血筋は、鎌倉幕府将軍の藤原頼常、頼継のほか、御佐が亀山良天皇にも伝わっている。以降の経図については、下記の参考文献を参照のこと。電子版はこちらから。ありがとうございます。